はい、ワイテックの代表の吉田です。私がこの今の仕事をなぜしているのかっていうのをちょっと聞いていただいていいですかね。よろしくお願いします。はじめまして。人当たりがいいし、年寄りから見て優しいと言われる誠実な塗装屋さんの吉田武です。壁が綺麗になったので、植木が入るね、とご近所さんが言うてくれて嬉しいとお客さんが笑顔になることが私の喜びです。そのために、ちょっとしたことも何も言わんとやってくれる社長の教育ができてるからやろと言われるように心がけていきます。なぜ私が感謝を使命と宣言しているのか、そのわけを聞いていただけますか。ひげをじょりじょり。父は家が貧しかったので、中学の時から新聞配達をしていました。字がきれいだったので、中学卒業後、見習いで塗装看板の親方のもとで修行しました。31歳の時に塗装工として独立しました。父は一人で頑張っていましたが、仕事はなかなかうまくいかない。それでも仕事に明け暮れて、父は家にいる時間がほとんどなかったです。一緒に過ごしたという記憶はありません。日中は仕事が終わったら飲みに行くという毎日。母が毎日飲みすぎと言うと、お酒を飲んでいるときは、怒り出すので怖かったです。家でお酒を飲むときはビールから日本酒、大酒飲みです。父は酔っ払うと私に顔をすり寄せて、ひげをじょりじょりしてきました。そんなときは愛情を感じました。小学1年生のときに軽トラックに乗せられて、よく飲み屋さんに連れて行ってもらいました。私は小さいからこれどうやとお好み焼きとかちょこちょこ出してもらいました。お店の人や来ている人が優しい人ばかりで可愛がってもらいました。小学校の時、父はキャッチボールをよくやってくれました。夏休みには家族旅行にも行きました。運動会や授業参観にも来てくれました。今思い出すといろいろ家族のことを考えてくれていたんだなと思います。ドラえもんの家や、母は優しかったです。怖いとか、むちゃくちゃ怒られたとかの記憶はほとんどありません。小さい頃から私はよそに行くと人見知りが激しかったです。人前に出ると恥ずかしくて顔を真っ赤にしていました。何かあるとずっと母の足元にしがみついていました。両親とも働いていたので、私が学校から帰ってくると一人なので暗くなってくると不安でした。母が仕事から帰ってくるなり、私が話しかけるとよく話を聞いてくれました。小学校1年生の時に母の勧めでサッカースクールへ通い始めました。運動はできたので、私の気弱なところをもっと鍛えてほしいと思ったのかもしれません。サッカーは一生懸命ではなかったです。特に楽しいと思ってなかったです。練習してレギュラーになろうという意識もなかったです。サッカーに強い興味がなかったので、特に頑張りたいと思わなかったです。ただ、サッカースクールを続けたのは、友達がみんなやっていたからです。友達と一緒にいてワイワイするのが楽しかったです。自宅に父の作業場がありました。父は黙々と仕事をしていました。子供ながらに父の姿を見て大変そうだなぁと感じていました。ただ、他のお父さんと違う仕事だったので、他のお父さんにはできない仕事をしているんだと思っていました。父は看板を作ることができたので、
自分の家の玄関先にドラえもんの絵を描いてくれました。友達にドラえもんの家やと言われました。うちの父ちゃんは違うぞという特別感がありました。父はなぜか独り言が多かったです。段取りをしていると、あれして、そうしてと独り言を言っていました。友達が来た時に、お前のおとん、なんか喋ってるぞと言われました。今、私も父に似て、独り言をよく言ってます。俺も行きたくないわ。中学校に入ると、サッカー部に入りました。小学校の時の仲の良い友達が入ったからです。正直、どうしてもサッカーをやりたいという気持ちがあったわけではありません。先生も先輩も厳しかったです。練習も厳しいだけで楽しくはなかったです。人前に出るのが嫌だったので、試合も出ない方がいいなとか、出ない方が気が楽やなと思っていました。目立ちたくないと思っていたので、試合で勝ちたいという欲もなかったのです。サッカー部ではレギュラーでしたが、そんなに強いチームでもなかったです。厳しい練習に仕方なくついていきました。人に好かれたいという気持ちだけはあったので、サッカー部のみんな、友達同士は仲が良かったです。何かあると、友達は自然と私の家に集まってきました。それが中学の時の楽しみでした。高校では弓道部に入りました。サッカー部は厳しいので、もう嫌やと思ったのです。そんな時、友達が弓道部に入るというので、誘われるまま入りました。うまくなろうとか、県大会に出たいとか、目的がなかったです。自分でこれしたいという欲求は全然なかったです。弓道部に入っても一生懸命練習するよりもみんなでワイワイするのが好きでした。時々練習をサボって麻雀をやったりしていました。2年の時に先輩から部長、お前できるかと言われました。舐められたくないという気持ちがあったので偉そうな雰囲気を出していったのかもしれません。そんな雰囲気から部長に選ばれたのだと思います。高校3年の時、先生が他校と練習することで切磋琢磨されると考え、合同練習を企画しました。1日目の練習がものすごく厳しかったのです。2日目、同級生が、俺、休むわ、と言いました。私も行きたくなかったので、じゃあ、俺も、と言って、休んで、麻雀をして遊んでいました。練習をサボった翌日、先生から呼ばれました。そんなんじゃ続けさせるわけにはいかないから、まずは反省文を書け、と言われました。反省文を書いて先生に渡しました。反省文読んだけど、これでは復帰できへん、やめろ、と先生から言われました。私としては反省はしていたんです。先生は担任の先生でもあったので、許してくれると思っていました。そのため、反省文まで書いて許してもらえなかったことに、なんで、と思いました。それでも先生からやめろ、と言われて、はい、としか言いようがなかったです。やらせてください、とは言わなかったです。なんであかんねん、という思いはありましたが、面と向かって先生と話はしませんでした。食い下がることもしなかったです。どこか本気になれなかったのでしょうか。しょうがないな、と諦めていました。小学校、中学校、高校と振り返ったとき、改めて何事も本気でやってこなかったな、ということを痛感します。一方で、いつも私の家には友達が集まっていました。みんなでワイワイすることを求めていた。そしてみんなが居心地の良い場所を提供したいという思いだけはあったと思います。親父、喜んどるぞ。高校3年生になると、
周りが就職活動をし始めました。私は会社勤めは無理だと思っていました。工場の LINE とか毎日同じ作業は耐えられないし、ましてや喋るのが苦手なので営業はできないと思いました。父の仕事は小さい頃から見ていたので、これなら自分でもできるかな、向いてるかなと思いました。高校の時、バイトで看板に文字を貼り付けたり、父の仕事の手伝いをしていたので、ある程度分かっていました。結局、就職活動はしませんでした。家を継ごうと思っていたので、あと継ぐわと父に伝えました。父は、あ、そうか、と淡々と言いました。それでも表情は嬉しそうでした。父の友達が家に遊びに来ると、親父、喜んでるぞ、と言ってくれました。その時、やっぱり喜んでいるんだな、と思いました。母は自分で決めたんならいいん違う、と言いました。父の会社に入ると、掃除や片付けなど雑用ばかり、見て盗めというところが多い世界だったので、父は手取り足取り教えなかったです。父も教わったことがないので、具体的にどう教えていいのかわからないのかもしれません。5年くらいすると、高圧洗浄機の使い方とか、ハケやローラーも使うようになって、一通りできるようになりました。それだけでなく、塗装技能士の資格を取り、三重県の知事賞も受賞しました。父は周りの人に、トンビが鷹を産んだんや、と言って喜んでいました。30歳の頃、大きな公共工事の依頼がありました。下請けで請け負いましたが、自分たちで施工ができない量でした。それであちこち応援とか頼みましたが、工期が間に合わない。結局、工期内に工事が終わらないということで、契約違反になりました。そこから父はずっと家に閉じこもって、何もしないで酒を飲んでいました。もう死んでええんや、わしはもう死ぬんや、ということを言っていました。私はというと、今後の生活に不安で、ここから先どうしよう、と毎日泣いていました。ところが、経営のことも工事のことも全く知らない母が、取引先に一緒に頭を下げに行ってくれました。父の面倒を見て、すべてのことをやってくれました。母は弱音を吐かずにやるべきことをやってくれたのです。取り返しのつかないことをしたな。34歳の時にリーマンショックが来ました。本当に何も仕事がなくてどうしようと思い詰めました。私が声をかけて入社した従業員が一人いるので仕事を作らないといけないと思いました。父は具合が悪いので頼れない。今度は自分がやるしかないと思いました。チラシを作ってポスティングしたり、飛び込み営業をしたりしました。結果、仕事は全く取れない。そもそもやり方も全くわからなかったのです。何も知らなければ成果は出ないという世の中の厳しさを知りました。リーマンショックから回復すると仕事が増え出しました。ところが、職人が増えないため、休みもなく仕事をしていました。やっと休みが取れるとなると、前日から徹夜で麻雀に明け暮れ、結婚して8年ぐらい経ってもそんな生活をしていました。だんだん奥さんから不満を言われるようになりました。家事してくれない、どこか行きたいと言っても連れて行ってくれない。奥さんも仕事をしていたので、一緒にゆっくり話す時間もありませんでした。ある日、奥さんから、私は家事と育児だけしているお手伝いさんなの、と言われました。悲しげでした。私がそんなことないよ、と言っても不機嫌でした。それから喧嘩ばかりするようになりました。大喧嘩をしてから数ヶ月、全く話をしない状態が続きました。全然会話も何もないので
ちゃんと話しないといけないなと思い切って切り出しました。すると奥さんから離婚したいと言われました。もう決めていたんだと思います。私が何を言っても聞いてもらえませんでした。一言、あなたは感謝の気持ちが何もない、冷たいと言われました。その言葉を言われてみて初めてせやなと思いました。取り返しのつかないことをしたなと思いました。すでに時遅しでした。39歳の時に今のかみさんと再婚しました。家庭を持った方がいいと知り合いの人が紹介してくれました。今度こそかみさんのことを大事にして家のことをできるだけ協力しようと思いました。そして遊びに行くのをやめました。また一人で行動するのをやめてできるだけかみさんと一緒にいるようにしました。二度とあなたは感謝の気持ちが何もない、冷たいと言われることがないように、二度と悲しませることがないように。そこ、大事なところやな。社長になったのは38歳の時です。父から、もう全部お前やってみろと言われました。今思うと、38歳で代替わりしたのは、後々に私が困らないように、すべて自分でできるようにという親心からだと思います。その後、下請けの仕事が増えてきたので、社員を増やしました。社員のためにも仕事量を増やしたいと思うようになったのです。ただ、下請けだと元請けさんに影響されるので、自分でも仕事を取れるように考えました。その一つとして、ポータルサイトに登録して、そこから自分でも元請けとして仕事を取れることをやり始めました。結果として元請けとして仕事も増え、社員もまた一人増やしました。父が69歳の時、軽トラ買ってくれと言いました。まだまだ仕事をやりたい気持ちがいっぱいあったのです。ところが父はちょうどその頃、健康診断を受けると癌が見つかりました。父は入院した途端、急に弱ってきて、寝たきりになりました。そのため、軽トラは買わずじまいになりました。そんな時も、母は気丈に父の身の回りの面倒を見ていました。入院して7ヶ月後、父は病院で息を引き取りました。悲しいと同時に、まだまだやる気があったので、父の無念さを思うと、悔しかったです。やるせなかったです。その時から生きているうちにやりきったぞという気持ちでやりきりたいと思うようになりました。それから何か一つ本気で一生懸命にやってみたいと考えました。目標として地域ナンバーワンの会社になることを掲げました。その後、セミナーに参加してマーケティングや社員教育のことまで一生懸命勉強しました。ポータルサイトに登録して仕事が増えるようになったのですが、お客さんからのクレームも増えていったのです。しかも最後の掃除が足らなかったとお客さんに言われて気づいたりすることが繰り返し起こるようになりました。また、雨戸を左右間違えて入れたりとか単純なミスを繰り返していたのです。最初はトラブルのために逐一職人に注意していました。そのうち何ぼ言っても無駄やなと感じました。職人が自分で考えてやらないとお客さんに喜ばれるような気持ちは生まれないなと思ったのです。そこから職人の教育が必要だと気づきました。そこでお客様への対応や現場の作業内容など一連のやることすべてを動画にしてマニュアル化しました。それを見て小テストをして取得を図りました。ところがある程度まで改善しても根本のところは改善しないのです。どうも教育するだけではダメじゃないか。
と思うようになったのです。一方的に教えるだけではダメで、一緒に成長することが必要ではないかと気づいたのです。社員との人と人との関係を作るために、社員の気持ちを大事にするようにしたのです。具体的には、まず毎朝朝礼をやりました。毎日教訓的な話をみんなで読み回していきます。さらに一人ずつどういう意味合いをかを話してもらいます。そうすることで一人一人の考えを知ることができるようになったのです。さらに私が一人一人にコメントをしてコミュニケーションを図るようにしました。もう一つは日報です。現場でその日気をつけて作業したことや気づいたことを日報に挙げてもらいます。いいこと気づいたなぁと思ったら、そこ大事なところやな、大事なところ気づいたなぁとコメントを返すようにしました。お客さんには奥様が家にいる場合は日報を紙で渡してくる。その時、今日の作業と明日の作業もお伝えする。また、家にいらっしゃらないご主人には LINE で日報を送る。そのような気遣いをすることでお客さんの安心感が増えたようです。何より職人が自らお客さんがどうしたら喜ぶのかということを考えるようになったことが嬉しいです。なぜ私が感謝を使命と宣言しているのか。再婚してから今の生活は以前の結婚生活と真逆の生活をしています。仕事ではほとんど残業せずにまっすぐ家に帰り、家事、育児に時間を割く。休みの日は家族と過ごす。自分の趣味の時間もテレビを見る時間さえもない生活です。仕事より家のことを重視しているのに、時々ちょっとしたことで喧嘩になります。例えば、私が皿を洗っている最中に、かみさんは子供の歯を磨いてというようなことを頼みます。これ終わってからでいいんちゃうのと思って返事せずに無視をします。すると、そんなんいいから先こっちしてほしいと言われると、なんでそんなきつく言われなあかんのとイライラして喧嘩になる。また仕事の段取りを決めたりするのは、家にいるときがどうしても出てくるのです。それで携帯を触っている時間が続くと、携帯ばっかり触ってと言われるんです。仕事のことだから今やらなとあかんのやと強く言ってしまうことがあります。2021年の冬に参加している経営者の勉強会で、ある有名な企業の社長さんが家庭を大事にしていたら、商品が大ヒットするようになったと話されました。そうか、もっと家のこと大事にせなあかんのかなと思い、俺と結婚してみてどうと聞いてみました。すると、かみさんはこう答えました。昔はめちゃくちゃ優しかった。今と全然違うと言われた瞬間に青ざめました。このままやったら同じ過ちを犯してしまう。私がすべてやってやってるんだというおごりがあり、思い上がった態度が前面に出ていたのです。それなので不満や用事ばかり言われると心の中でこんなにやってやってるのにと思い、すごく苛立った態度を見せていたのです。そう思ったとき、以前妻から言われた言葉を思い出しました。一見優しそうな顔して実は冷たい。その当時は妻の存在が大切だと思えていなかった。普段妻がやっていてくれていることが当たり前のことだと思っていた。だからいつも自分のことしか考えていなかったかも。その瞬間、それまでのことが一気に見えてきたのです。私は神さんに対しても感謝が欠けていたのではないか。高校2年生の時、弓道部の先輩が私を部長に選んでくれた時、何も言いませんでした。
高校3年生の時、弓道部の先生が我々の成長のために合同練習を設定してくれた気持ちも全く考えなかった。弓道部の先輩にも先生にもまるで感謝の気持ちがなかった。父が工事の遅れで精神的に参った時、父がやるのが当たり前に思っていたので、自分で何もできなかった。これからどうしようと自分のことしか考えず、会社を守ってきてくれた父への感謝の気持ちがまるでなかった。奥さんから、私は家事と育児だけしているお手伝いさんなのと言われても、やっていてくれていることが当たり前のことだと思っていた。奥さんに感謝の気持ちがまるでなかった。そうなんです。私は感謝の気持ちが欠けていたのです。この体験から私は感謝を使命として宣言することにしました。感謝を使命と宣言することで考えと行動が変わりました。工事をしたお客さんに今までなかなか勇気がなくて聞けなかったことを聞いてみようと思いました。工事をやりっぱなしにせずに、ささやかな感謝の気持ちも伝えたかったからです。私の印象についてこのように話してくれました。人当たりいいし、聞いたことをちゃんと答えてくれる年寄りから見たら優しいですよ。なんとかしますという寄ってきてくれるスタンスがあるから頼もうって思った。隅々まで見てくれて、その上で細かく分かりやすく説明してくれたので信頼できると思ったが一番。このように言っていただけると、この方のためにもっと喜んでもらいたいと思いました。職人の印象についてはこのように話してくれました。職人さんが軒天を塗っているとき、私がこれ塗るの大変やろなと言っとったら、あんまりこういう現場はないから楽しいですって言ってくれた。あれ忘れられへんわ。朝の挨拶から始まって、今日はこういうことをさせてもらいますってしっかりしている。作業終わった後も今日はここまでできましたとか一回一回報告してくれる社員教育が行き届いてるなと思いました。吉田さんのいいとこはお客さんを思う前に社員さんを大事にしてるとこ。社員さんも吉田さんを信頼した上での作業だと思うから吉田さんがいなくてもちゃんとしはるね。職人だけでなく、私の教育についてまで言ってくれるこの上ない幸せです。本当にこの仕事をやっていてよかった。職人と気持ちを合わせながらやってきたことが伝わって嬉しかったです。リーマンショックになる前に入社し、一緒に苦楽を共にした社員に、なぜ今日までうちの会社にいてくれるのか聞いてみました。すると、このように答えてくれました。今日まで社長の会社にいるのは、13年前社長に拾ってもらったことに感謝しているからです。彼の口から感謝の気持ちが出たこと、とても嬉しいです。さらに、今後私に期待することはないか聞いてみました。この会社がさらに大きくなる期待はあります。ただ、社長は一人で突っ走りすぎるところがあるのが心配です。今回、思い切って社員の本音を聞いてよかったです。私のことも心配してくれて感謝いっぱいです。社長さんだけでなく、職人さんも安心して任される会社がないかなと思っている方へ、わかりやすく細かく説明してくれるかな、細かなところまでちゃんと見てくれるかな、職人さんはちゃんとした人が来てくれるかな、このような方にこの物語を読んでもらいたいと思っています。そして人当たりはいいし、細かなところまで対応してくれそうと感じていただけたらとても嬉しいです。神さんから
昔はめちゃくちゃ優しかった。今と全然違うと言われてから、一日一回、家族が笑顔になるような行動をすると決めました。家でどうしても翌日の段取りをしないといけないとき、感謝の気持ちからできることはないか考えました。携帯でやり取りをする前に一言、今から仕事の返事せなあかんねん。何分だけ待ってもらえるというようにしました。神さんが分かってくれたらありがとうと感謝を伝えることができるようになりました。最近娘から聞きました。ママがパパに優しくしようと言ってたよ。やっと感謝の人生を歩み始めることができるようになりました。お客さんだけでなく、職人、家族に感謝を使命と宣言して行動していきます。最後に、亡きお父さんへ。ゼロから会社を作ること大変だったろうな。お父さんの財産を引き継げたこと、今思うとありがたいです。お母さんへ。どんな時もお父さんと私を支えたこと、思い出すたびにすごいと思います。本当にありがとうございます。神さんへ。本当に大切な人を失うところでした。正直な気持ちを言ってくれてありがとう。これからは家族みんなを笑顔にするからね。はい、以上です。長いお話、聞いていただいてありがとうございます。以上です。